1878年8月17日のバニティフェア誌に掲載されたカリカチは、第3代テンターデン、男爵チャールズ・スチュアート・オブリー・アボットは、イギリスの貴族、外交官。チャールズ・アボットとエミリー・フランシス・スチュアートの息子として、1834年12月26日に、ロンドンで生まれた。イートン・カレッジで教育を受けた後、1854年に、秘書官として、 外務省に入り、1865年に、ポルトガル王国に派遣された施設団で、秘書官として随行して、ポルトガルから党と県勲章を授与された。1866年、外務大臣の第15代ダービー伯爵エドワード・スタンリーのようやく筆者に任命された。1871年、ワシントン DC に派遣された施設団で、秘書官を務め、 アラバマ号事件に関する大法官の初代ハザーレー、男爵ウィリアムウッドの声明を寄贈した。同年から1873年まで外務省事務次官補佐を、1873年から1882年まで外務省事務次官を務めた。1878年のパリ万国博覧会には、イギリス代表団の一人として出席した。 1870年4月10日におじにあたる第2代テンターデン男爵上ヘンリー・アボットが死去するとテンターデン男爵位を継承した。翌年にバスクン賞コンパニオンを授与され、1878年にバスクン賞ライトコンパニオンを授与された。フリーメイソンとしても活躍し、1879年7月2日にエセックス州における フリーメイソンのグランドマスターに就任した。1882年9月22日に脳内出血によりリンマスで死去、ブレンドンで埋葬された。一人目の妻との間の息子、チャールズ・スチュアート・ヘンリーが借位を継承した。1859年8月2日、ペネロープ・メアリー・ガートルード・スミスと結婚した。ペネロープの母キャサリン・アディス・アボットは、初代テンターデン男爵。 すなわち、第三代テンターレン男爵の父方の祖父である。1880年1月13日、エマメアリー・ベイリーと再婚した。ありがとうございます。